ダンスステップアップ上達法。まず、はじめにダンスの基礎となるダウンとアップ。2つのリズムを練習してみましょう。まずはダウンのリズムです。肩幅に足を開き、音楽に合わせて膝を曲げてみましょう。膝を曲げた時に背中も一緒に丸めてみましょう。このように膝だけではなく上半身も意識してリズムをとってみましょう。背中を丸める時に腰が弾かないように注意してください。おへそと胸を近づけるイメージで丸めてみましょう。できてきたら肘も軽く曲げてみます。しっかりと丸めると動きが大きく見え、かっこよく見えます。次はアップのリズムです。肩幅に足を開き、音楽に合わせて膝を伸ばしてみましょう。先ほどのダウンのリズムの反対です。膝を伸ばした時に胸も一緒に突き出し、今度はおへそとお腹を離すようなイメージでお腹を伸ばしてみましょう。できたら肘も軽く伸ばしてみましょう。このように背中が丸まらないよう注意しましょう。しっかりと伸ばすことでメリハリが出てかっこよく見えます。